熊県駅は、宮城県仙台市青葉区熊金麻田団の県一番に、ある、東日本旅客鉄道仙山線の駅である。短式ホーム一面一線を有する地上駅。仙台地区センター管理の無人駅で、待合室内に乗車駅証明書発行機がある。JR の特定特市内制度における、仙台市内の駅である。2007年度の1日平均乗車人員は105人。 仙台市立高陵中学校の最寄り駅であり、佐並駅から熊ケネ駅にかけて通学している生徒も利用している。熊金地区の町の西の端にある。駅の北に線路とほぼ並行して国道48号が走る。国道を挟んだ駅前にセブンイレブンがあるが、駅前商店街と呼べるものはない。このセブンイレブンは国道48号仙台側の最後のコンビニであり、 次のコンビニは29キロメートル先の山形県東根市野市野沢にある。水田を隔てて仙台市立高梁中学校が駅から見える。東方には熊金郵便局がある。駅の南東にある第二広瀬川橋梁と熊が根橋は高い貸し段丘をまたぎ越すため、川もからの高さが約50メートルあり、全国でも有数の高さである。なお、 熊が、根アカダクの方では蕎麦店があり、その先に賛同があるのが見られる。ありがとうございます。